皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はオクトパストラベラー大陸の覇者のファミ通紹介をしていきたいと思います。今回はクリフランドを紹介します。オルステラ大陸の西部に位置する断崖が連なる地方です。前作の主人公の一人、盗賊のテリオンの物語はここから始まります。鉱脈に恵まれて武器や防具などの家事が主な生業となっているほか、岩塩も多く生出しています。裕福な貴族や商人が多いですが、貧富の差が激しいのも特徴です。ではキャラクターを紹介します。リネット、ジョブは踊り子で影響力は権力です。自分の劇団を作ることを目指して勉強のためにオルステラを旅する踊り子の女性です。続きましてハインツ、ジョブは学者で影響力は富です。貧富の差をなくすために現地調査を行う社会学者の男性です。続きましてベルトラン、ジョブは狩人で影響力は富です。賞金付きの魔物を専門に狙う狩人です。実は家族思いだそうですね。続きましてアズライト、ジョブは盗賊で影響力は名声です。仮面をつけた女性の盗賊で、仮面の下の表情を伺い知ることはできません。ヘルガ、ジョブは商人で影響力は権力です。クラグスピアで運送業を営むロック商会の一員です。続きましてホセ、ジョブは神官で影響力は名声です。辺境の村レッドバリー出身で、成人の儀式のために旅をする神官です。続きましてビリー、ジョブは盗賊で影響力は富です。八つ子の三男で盗賊の男性です。かっこいい義賊になるために酒場での情報収集は日々欠かせません。続きましてイブリン、ジョブは踊り子で影響力は権力です。大陸一の踊り子を目指して各地を回っている旅の踊り子の女性です。まあ主にクリフランドはこんな感じですね。なんかお城のような感じのところがありますね。まあ岩山が舞台となっているんでしょうかね。まあ谷とかそういうところを舞台に、まあテオリンは確かスキタさんだったかな。いや違ったような気がします。間違ってたらすみません。まあそうですね、発売日が一応未定だということで、まあ近いうち夏とかそのあたりには発売されるんじゃないかと思いますね。まあいつになるかは分かりませんが、まあ発売が楽しみなゲームでもありますね。まあそうですね、やっぱりこの地方では一応盗賊が多いですかね、意外と。あと新そうですね、主に踊り子も意外と多いですね。まあそんな感じで今回はこの辺で、オクトパストラベラー大陸の覇者のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。